はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドライドの動画になっております。今日もね、しょうもない飲み動画をお付き合いいただいております。 P さんです。お疲れ様です。はい、どうもお疲れ様です。で、今日の動画だと、昨日の19日火曜日が、練習走行でしたね。はい、本当にね、もう P さんもね、本当こういろいろと尽力いただいてっていうか、昨日いた？いや、あのな、まさかの P さん風邪でダウン事件、欠席でした。いやいやいや、前日に電話かかってきましてですね、風邪ひいちゃった、熱出ちゃったみたいな。何事？もう1ヶ月も前からあなたの予定で動いてるのに、最悪ですよ、ね、当日に、まあねえ、だからもう今回ばっかりは P さんに言ってやりましたよ、本当。ほらもう、俺の言わないと気が済まないよ、俺も言わせてもらいましたよ、本当、P さん。お叱りをいただきましたよ、さっき。ゆっくり直せっつって。言うときましたけどね。かっこいい。そんな言うときましたけど、はい。で、昨日の練習ね、はい、無事に、はい。で、いろいろとね、いいご報告ができるんですけど、ただちょっとまあお土産で持って帰ってきた動画の素材なんかもあるので、はい、P さんね、ちょっとご覧いただくような感じで編集してますんで、はい、活動報告もしないと、これから岡間さんに目いっぱい応援していただかなきゃいけないのでね、はい、しっかり活動報告の方もさせていただく動画を、はい、次の機会に次の動画になるのかな、いや分かんないけど、編集でき次第ご報告、はい、活動報告動画あげたいと思いますんで、よろしくお願いいたしますという形なんですよ、はい、楽しみですね、うん、僕も見てないんで、ね、で、本当にね、いい練習できましたんで、はい、でね、でその、まあそれはそれで次の話なんですけど、ははところが昨日ね、ちょっとした事件が現場で起こりまして、富士スピードウェイのカートコース、はあ、なんつったらいいのかな、ちょっとお仲間さんの知恵も借りてえなと思ってね、まあ下手すりゃ裁判沙汰になるみたいな話も、まあ俺はもうガチコンかかってこいっていう話なんだけどね、はあ、だからこの話をさせていただきましょうかっていう話なんですけど、はいはい、まあ、昨日富士スピードウェイのカートコースでこうね、練習してますと、まあ、タワさんいて、セナさんいて、タカさん駆けつけてくれて、バイリン猫さんって、ね、動画にコメントをいただいてる方もお土産持って遊び来てくれて、そうですか、はいはいはい、で、まあ、鈴吉さんも駆けつけてくれて、はいはいはい、で鈴吉さんがね、ちょっと合流した時に物議を醸し出す話があったんですよ。でそれがね、まあ、ちょっとね、この話は数日前に遡るんです。数日前っていうのはうちの伝説の宴会、はい、ね、無事に終わって、もう超楽しかったじゃないですか、はい、でね、宴会の後二次会なだれ込んで、はい、カラオケ行ってますよね、はい、でカラオケもう僕 もうベロベロに酔っ払ってましたよ、もう確かにね、それはもうエビテスさんのカラオケ、エビテスさんのカラオケじゃないよ、エビテスさんのエビテスチャンネル見ていただければ分かりますけど、はいはい、もう本当ベロベロで僕もね、はい、いやー、まあ申し訳なかったんですが、で、まあ、ターさんもね、まあ、酔っ払ってたのかな、うん、本人は全然って言ってたけど、動画見ると、全然ってこともないと思うんだよ、うん、で、どうもね、ターさんがね、吸ってる電子タバコ、アイコスとかっていうんですか、なんかしねえけど、それをどうもね、カラオケボックスにね、忘れてきちゃったらしいの。で、次の日かな、タワさんがね、僕のところを来て、いや、なんかさ、昨日さ、俺先帰っちゃったけどさ、電子タバコないんだよ、なんかさ、誰か届けてくれてるとか、誰かに預かってるとかないなんつって言うから、僕ね、全然、知らん知らんと、何忘れてんのなんつっていう話をしてたんですよ、ばっかだなーなんつって、たらターさんがまあ大騒ぎしててさ、なんか新しいの買ってきて、まあ言ったな、神さんに怒られるみたいな、まあしっかり怒られたらしいんだけどね、どうもう、だからさ、タバコ吸う人がさ、タバコ忘れなさんなやっつう話でさ、まあほら電子タバコですから、結構お値段の方は張るわけですよね。でいやいや、言ってもさ、忘れるなんてね、なんていうことなんですよ。でそれでね、
もうでいや別に預かってねえしなんつってタオさん新しいの買ってきちゃったし、うん、居酒屋に取り行ってねあるかどうかわかんねえもんな電話してみたいな、とかって言ってるわけ、で昨日の練習ですよ、で鈴吉さんがブーンって現れてさ、あの鈴吉さんが言うわけ、タオさんあの電子タバコマスターに預けてたやつもらいましたっていうの、いやはぁと、でタワさんが、鈴代さんそれどういうことっていうね、だ鈴代さんが、いやタワさんが忘れてたアイコスをね、電子タバコを、マスターに渡したっていうんですよ、もう僕が預かったっていうの、はい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 、でいや鈴代さん何言ってんすか僕預かってないっすよ、でも全然記憶もないから、そしたらタワさんがさ、ほら出た出た出たとかって言うわけ、いや出た出たじゃないよ、預かってねえもんだっつって、そしたらあの鈴吉さんがさ、あのいやいやいやあのこれこれこうでターさんのだからって言ってマスターに渡しましたよと言うから、いや俺も全然記憶ないから、ちょっと待てよと、鈴吉さん、なんだ俺もうなんかねえ、いやなんつって言っててさ、鈴江さんがあれそっかじゃあマスターに私忘れたのかななんて言ってくれるかなって思ったら、いやいやマスター渡しましたってガーンってくるわけ。こうなるとあのね、あれあれあれと、そりゃそうなんだよ、ね、だって鈴江さんあんまり飲まないし、いやこれね、こうなると、俺もさ、さてどうなる、それをね、鈴江さんが全然引かないから、もうこうなってくると、でもうタワさんが2メートルの至近距離でこのやり取り聞いてるわけですよ、俺ちょっともうガクブルですよ、なるほど俺タバコ吸ってる時だったらもう火つけらんないですよいやみたいなあれと、で軽トラの方にね、僕あのそういったイベントの時とかに、まあ飲み会の時もさ担いでたバッグがあって、でこういうイベントの時なんかにまあまあ練習走行なんか行く時は着替えなんかをぶっ込むバッグがあってね、まあそれをね飲み会の時にも持ってってたわけですよ、でそのバッグは軽トラ乗っかってるから、ちょっと待てよと、言ったらさ、ちょっとあのチャック開けてさ、あの隠し部屋みたいなバッグがバッグのさ、変なとこあって、え、まさかなっつって手入れたらさ、なんか、あるんだよこれってあれみたいなさ、で、いや取り出してみたらそこにね、恐ろしいよ電子タバコがてれーてってれーだよね俺からしたら、いや、だって預かった記憶なんかねえしさ、いやいや参ったわって、これさターさんなんかはさ、ほら鈴吉さんがなんつって絶対言われんじゃん、で鈴吉さんもほら渡したじゃんとかって言うじゃん、ただじゃ渡したくねえなと思ってもみ消そうかなと思ったんだけどおいまあそうもいかないから持ってって、ありまちったつってでってねーですね、言うね、はい、いやいやいや、そしたらターさんがまたさ、ケツの穴が小さいからさ、なんか「ほら見たことかよ」みたいなこと言うわけ、でもちょっと待ってくれよと、そんなさ、そんなお前言うなよ、そしたら鈴代さんがかわいそうじゃんって、もうそりゃね、鈴代さんが悪いよ俺に渡したのがちょっと待っていやいや、だからこの事件を整理しようよ、そうですね、この事件整理しよう、ちょっと誰が一番悪いの、それはね、だって忘れたターさんだよ、そうですね、そうでしょ、忘れたターさんが一番悪いの、その次に悪いのは、俺に預けた鈴吉さん、あらそして俺はもうね、なんつうのこれ、だから言ったらもうむちゃくちゃターさんはもう有罪の禁錮刑で、そんなもんそんなのだってもう自分のもう忘れて帰ったのもう何言ったってもしょうがないよね、その次に鈴吉さん、まあ言っても有罪は免れないんじゃない、まあでもまあ有罪判決出て、まあ禁錮刑ぐらいの、いや執行猶予ギリみたいなさ、で俺はね、あのだってアルコールでだって前後不覚なんだからさ、でも俺無罪じゃん
あれダメ、裁判でも何でもやってるっつんだ、あんた弁護士呼んでくれ、弁護士お弁護士来るまで俺喋んねえぞいや、そんな事件がありましてですね、いや、まあ、あのね、まあ、現場ではね、もう鈴吉さんが悪いって貫き通したね、俺鈴吉さん、かわいそうもう鈴吉さん折れてくんねえかなと思ったんだけどね、いやいやいや、ちょっとね、無理だったね当たり前じゃないですか、それ。いや、まあ、そんなことが、あの、現場でありましたっていうお話でした。なるほど。はい、ピーさんのおかげさまで、楽しい練習になりました。はい。この企画、曇りなき眼で見届けよっていう話でした。で、どうもすいませんでした。タワさん、ごめんなさい。あってよかったじゃん。